朝陽元は朝鮮民主主義人民共和国の政治家。朝鮮労働党政治局常務委員、党中央委員会組織担当初期、党中央軍事委員会委員、全朝鮮労働党組織指導部第一副部長。軍階級は上昇とみられる。このほか2021年1月の党大会で新設された党第一初期に任命されたのではないかという憶測もある。 2021年の朝鮮労働党第8期中央委員会発足時点での党内序列は、金正恩総書記、再留会に次ぐ第3位であり、金正恩の最側近の一人。青年月日や出生地など詳しいことは不明だったが、2017年の国連安保理決議2356号で制裁対象に指定された際に公表された。 青年月日は1957年10月24日だった。中央日報の報道によると、岐阜は朝鮮人民軍上将で朝鮮人民軍総政治局副局長の玄明人氏という。1995年に近日清総合大学物理学科を卒業。党幹部候補に登用され、関温度党委員会組織指導員に任命された。その後、 党中央組織指導部に転じ2012年に朝鮮労働党組織指導部第一副部長に就任した。2014年から、金正恩委員長の視察などに同行するようになり、2018年、2019年には同行した回数が幹部の中で最多となった。2019年は随行回数1位、2020年は朝鮮人民軍総参謀長である。 僕ただ視点に次いで2位であったという観測もある。脱北した元中英北朝鮮講師、大野長博によると、この背景には、金正恩委員長の指示と報告を、組織指導部第一副部長として仲介しているからと、され、影の実力者とされる。2016年の朝鮮労働党中央委員会、第7期第一回総会で、党中央委員会委員に選出された。 2017年には人権侵害に関与したとしてアメリカ財務省から制裁対象に指定され、同年6月には国連安保理決議2356号で制裁対象とされ、資産凍結と海外渡航が禁止された。2018年3月25日に金正恩党委員長が習近平党総書記との会談のため訪中した際には随行した。 2019年の第7期党中央委員会第4回総会で党中央委員会政治局員候補に選出された。2020年10月10日の党総研75周年記念軍事パレードでは上昇の軍服を着用して関越した。2021年1月10日の朝鮮堂々と第8次大会で発足した第8期党中央委員会の第1回総会で 党中央委員会政治局常務委員、党中央委員会組織担当書記、党中央軍事委員会委員に選出され、党内序列を3位とし、破格の出世を遂げた。このほか、総書記より任を受け会議を主催できる、事実上、ナンバー2のポストとして、党大会で設置された第1書記にも任命されたのではないかという憶測が、韓国の報道機関より流れている。ありがとうございます。